北間隆一郎です。今回はですね、株式投資下値支持線にも限界ありと、下値支持線止まらない銘柄も結構ありますよということですよね。まあ、ですから反発の確認が大事だということになりますね。ということで話させていただきます。まあ、下値支持線まで来ましたらですね、株価がこう反発するというのも結構多いんですけど、止まらずにね、下げてしまって、下に支持線だと思われるところが下に支持線にならないっていうのがまた非常に多いですよね。で、困りますよね。支持線のはずなんですからね。ですけどそれにならないと、一つの例で示しましょうね。ここにこの俺もアレックスグループですけどね、これ株価はね、下に支持線だったら、まあ、こういうところ下に支持線になるはずなんですよね。これ以前揉み合ったところですから、理屈上はそうなんですけど、ところがこれを割り込んでしまってね、今度はここで止まってもおかしくないわけですよね。おかしくない。ところがここも割り込みましたですね。そうするとこれが移動平均線ですから、まあ、移動平均線で止まってもおかしくないようなものだったんですけれども、まあ、ちょっと上がったもののね、まあ、移動平均線を割り込んでももうこうなりますとね、どこで止まるかもうさっぱり分からないということですよね。だから下値支持線をですね、まあ、当てにはするんですけども、下値支持線で株価がね、ここみたいにですね、反発し始めるというふうなのをね、確認してからね、まあ、投資をするようにしたいと。それでもね、これ上がってその後下がってしまってますけど、例えばここね、もうここはもう下に沈んでも何もないですけどね、ドーンと行っちゃってますからね。でもそれでもまあどっかこう止まりどころもね、あると思いますね。これちょっと止まりどころがここのところは分からないですよ。止まってあとですね、それでこう反発するまでね、待たなきゃいけませんね。相当下げたからいいというふうに、ね、思わないでですね、確認をすると。で、ね、ここから少し上がり始めたとなった時にね、下値がね確認されたということになりますからね。だから下値支持線も当然のことながら、ね、万能ではございませんからね、そこまで来たからといって安心しないようにするということですよね。安心しないようにすると、ここなんかそうですもんね、これ下値支持線なんですよ本当にね。ここも下値支持線なんですよ。でも止まってませんからね、ということでございます。以上、北間の株式補足でした。